マジごめん。こんにちは。こんにちは。じゃあ顔テカってますけど、ちょっと西日が西日がえぐいです。お久しぶりですね。はい。この回し方は。はい。何ですか。ちょっと久しぶりに練習動画の紹介、練習メニュー紹介を撮りたくて。1年ぶりじゃね。いやあの YouTube ショートふざけすぎっす。最近でもめっちゃ言われる、はい、あのめっちゃ見てますみたいな、はい、入りたいですみたいな、選手から結構あの技術指導系じゃなくてランダー対決じゃなくてショート出たいですっていう声結構あります。いやそのありがたい反面、僕もアドバイザーとして講習会行くじゃないですか、はいはい、で動画見てますよって言われること増えたんですよ、ありがたいことに。ただ最近の動画って YouTube ショートでふざけてるじゃないですか。演技してるだけだな。ふざけてるやつがテニス教えに来るみたいな感じになってるので、だんだん演技気持ちよくなって演技したくなってる。ちょっとあのたまには真面目に指導系を取りたいなということで、初心に帰りますか。初心に帰りましょう。確かに今日ボールアウトさせたちょうど、はい、はい、で僕がさっきあのアドバイザーで講習会するって話をしたんですけど、はいはい、ローボレーで悩んでる子が多くて、あるあるですね、はい、でなのでちょっとそういった子たちに向けて、なんかローボレーが上手くなる、ミスをしない、はい、っていうなんか練習メニューがあったら、まあ、マサトさん全員なんでね、確かに紹介してほしいなと。ローボレといえばカンブレアのマサト。ローボレあでもローボレーでいいよ、はい、僕が講習会でやるやつもあるんで、はい、ちょっとじゃあ一個だけ、まあ、ステップいくつかに分けてやっていきましょうか、はい、じゃあ、はい、じゃあちょっと久しぶりにちょっとやるか。はい、お願いします。お願いします、はい、レッツゴーレッツゴー。カンブレアマサです。カンブレアのコンちゃんです。クラ今日はですね、先ほどあのオープニングでもね、はい、コンちゃんから依頼がありました通り、ローボレの、ね、練習をやっていきたいと思います。はい、お願いします。やっぱローボレ苦手な子多いでしょ、講習会行くと。多いし、やっぱり、まあ、僕の講習会前衛も後衛も同じように練習するんですけど、後衛の子やっぱり振っちゃいます。あね、そういう子が多いです。まあ、前衛の子もそうなんですけど、やっぱ、ね、はい、ローボレって苦手な意識ある子はすごく、ね、多いと思うので、まあ、今日はですね、そのローボレ、まあ、僕もともとローボレ苦手だったんですけど、結構その、まあ、東高校に入ってからとか、うん、まあ、そこからの大学に向けてなんですけども、ローボレ結構得意な、ね、方になったので、どういう練習をしたらいいのかっていうところをね、まあ、細かく3ステップに分けて今日は紹介したいと思います。はい、レッツゴーレッツゴー。久しぶりの練習動画。ミスったら帰宅します。はい、それではまずローボレーのステップ1を紹介していきたいと思います。最初はまずラケットいらないのでラケットは置いてください。まず最初はですね、ローボレーって基本どういう風にボールを見るのかっていうことなんですけども、みんなね結構こう上から見る、ね、人がね多くて、上から見てしまうとやっぱこの、ね、ボールとこの目の高さのこの乖離があってミスしてしまう、うまくタッチできないっていうところがあるので、まずはボールの目線に合わせるっていう動きを体に身につけてほしいと思います。なので最初はラケットを持たずにこういう風に構えてもらって、ボールをキャッチっていう形でやってほしいと思います。でこの時に大事なのは、しっかりと顔をボールに近づけるっていうことと、できるだけボールの高さまで顔を、まあ、膝を曲げたりとかしてですね、こう体を落とすっていうことを意識してほしいと思います。これもラケットを持っているイメージでやってほしいので、できればバックの時もこういう風にキャッチで、フォアの時もこういう風にキャッチで、あんまりこう手をあの遠くに伸ばすんじゃなくて、足を持っていってキャッチするっていう形でやってほしいと思います。それではやっていきましょう。まずは慣れるために1球ずつやっていきます。Hey. ボールもフォア側だけじゃなくて、バック投げたり、胸のあたり投げたり、低いところに投げたり、あ、して、はい、投げる人もいろんなところに投げてあげましょう。で慣れてきたら、相手が返球するのと同時に投げる側の役も球出しをします。はい、でこの時に大事なのが、しっかりとこうかかとから入るっていうことと、左手もやっぱテニスはねすごく重要なので、左手も一緒にこう持ってってあげる、右手の時もこうやって持ってってあげるっていう形で、やっぱり左手とこのかかとから入るってことを意識してやっていきましょう。はい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 
はい、続いてはステップ2を紹介したいと思います。ステップ2では実際にラケットを持って行うんですけれども、短くこのように持ってやってほしいと思います。先ほどのように同じように手投げでくるので、それを先ほどボールを掴んだ時と同じような動きで面に当てるだけ、面に当てるだけでやっていきましょう。でこの時に注意してほしいのは、あんまりちゃんと返そうとか思わなくてもいいので、まずはしっかりボールと同じ目線の高さに入って弾く、ボールと同じ目線に入って弾くっていう形をやってほしいと思います。でもしこれラケットやるのが難しいという人は、ラケットなしでこう手でパンパンって弾くところから始めてもいいんですけれども、大切なのはしっかりと面にミートさせるってことなので、これをパーンって振っちゃったりとか、こういうふうに面が消えちゃったら意味がないので、手のひらで掴むようにしっかりパチッパチッと当てるところを意識してやっていきましょう。それじゃあやっていきます。はい、最後の、ね、ステップ3では、ラケットを普通のいつもローブレする形で持ってもらって、まず向こうを向きます。友達は、ね、向こうにいるんですけども、反対側を向いて友達の掛け声に合わせて、はいと言われたら振り向いてどっちかに反応するっていうのをやっていきたいと思います。なのでちょっとこれ、ね、断る説明しても分かりにくいと思うので、実際にこの後実演を、ね、してみせようかなというふうに思うんですが、ここで大事なのは、まずしっかり反応するっていうことが大事なので、ローボールって大体この辺に来ることもあれば、この足元に来ることもあったりとかで、本当にねこう幅が広くて難しいっていうのがあるので、ここではしっかり返すということももちろん大事なんですけども、しっかり反応した時に面が出る、こっちにこれ反応できるっていうことが大事なので、あんまりそのボールがしっかり返るかどうかっていうことよりも、反応した時に正しく面がパチッと出る、目線に合わせてパチッと出るっていうことが大事です。でここで NG になってしまうのは、最初にも申し上げたんですけども、こう手だけでこうパンパンってやってしまうと、もちろん、ね、それは大事なんですけども、試合で、ね、なかなか使える技術にならないので、まずローブレを習得したいのであれば、しっかり体の近くまで、顔の近くまでラケットとボールを持っていってボレーする、これを意識して、あんまり手だけにならないようにするっていうところを、ね、意識してやっていきましょう。それじゃあやっていきましょう。はい、球出しのタイミングなんですけど、はいっていうタイミングは基本的に、打つタイミングははいって言ってからボールを打ってください。ちょっとやってみます。はいはい、はい、こういう形ではいって言ってから球出しをするようにしてください。で、もう一個注意点として、この練習をするときに多分1コートで2コースとか3コース使って練習すると思うんですけど、ハイの声が小さかったりすると、隣の人と間違えて振り向いちゃったりとか、聞こえずにずっと後ろ向いたまま、はい、っていう風に全員の人が怖くだったり、背中に当たっちゃったりするので、必ず大きな声で入っていってからボールを出すようにしてください。で、球出せの位置も最初マサオさんが言ったみたいに、フォア側に打ったりバック側に打ったりで、できる人はちょっと高めに出したり足元に出したりっていう形でいろいろばらけさせてあげるといいかなと思います。何球かやってみます。はい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 、ありがとうございました。ありがとうございました。ローボレーはね、はい、みんなサーブレシーブやって前に行く練習ぐらいしかやらなくて、うん、
なんかあんまりその細かくその目線とか、うん、どういうタッチ、タッチした後どういう風にフォロースルー入れるのかとかっていうところまで、ね、分かってない人多いと思うので、まあ、この練習でステップを、ね、踏んでいってもらえれば最低限のところはつかめるかなという風に思います。うん、これはあくまで、ね、3ステップなんですけど、もっと細かく分けようと思えばこの3つの中からさらにこう、そうですね、あの紐解いていくと細かく、ね、練習も分けれると思うので、ぜひその辺も、ね、やってみてほしいなという風に思います。はい、質問なんですけど、はい、グリップどうしてます？あ、僕光栄なんですけど、はいはい、前衛出るときグリップ短く持つんですよ。そうだね、そうだね、それ大事。まあでも、まあ、それは多分人それぞれだと思うんですけど、グリップのなんかコツというか、なんですかね、握り方とかって何かありますか？これも本当に今の競技性に合った形が一番重要だなと僕は思っていて、もちろんこうウエスタングリップではいいと思うんですけども、多分ね、僕らがね現役選手10年前とかの時は結構長く持つのが主流だったんですけど、今は本当に全日本のトップ選手とか見てもらうと分かるんですけど、みんなかなり短く持ってるんですよね。その理由はやっぱこう操作性ってところに、ね、尽きると思うので、なのであのまずローブレを身につけたいっていう人がいれば、さっきはねこの辺を持ってステップ2で練習をしたんですけども、結構短めにローボレーの練習、まあ、ボレーも含めてですね、やると操作性が上がって、よりラケットが速く細かく動かせると思うので、今からローボレー身につけたいよっていう人は長く持つんじゃなくて、これぐらいですね、本当に短く人差し指がこの上のところにかかるかかからないかぐらい短く、ね、持ってもらってやると、よりあの早くローボレー身につくと思うので、ぜひ参考にしてみてください。で、僕はあの最初のオープニングでも言ったみたいに、水野のアドバイザリースタッフとして活動しているので、あの、まあ、講習会だったり水野のラケットちょっとしだしてみたいよっていうご要望あれば、概要欄からご連絡いただければ、あの全国津々浦々回ってきますので、お待ちしてます。お待ちしてます。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。じゃあグランプリ待ってるよ。今年の12月24日に愛知県ドルフィンズアリーナでジャパングランプリ2023を開催します。今年は女子の選手が8ペア集合して一発トーナメントで行いますので、皆さんぜひご来場お待ちしております。詳細は概要欄にあるホームページをご覧ください。皆さんのご来場お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。